なんとね、皆さんにお知らせがあります。何ですか？見てこれ。はい、こんにちは、じゅんいちです。こんにちは。はい、よっぴです。よっぴ、はい、今日はね、俺からのプレゼント。車、パシャンフルコーティング。お、ありがとうございます。今日ね、ちょっとやってみたくて、はい、コーティングの、はい、この下地処理から、はい、パシャンの最後のコーティングから拭き取りまで、はい、実際やってみたら、じゅんいちは何分かかってフルコーティングできるかっていうのを今日やってみたくて。ああ、なるほど。納車祝いを兼ねて今日それやろうと思ってます。はい、はい、します。このね、ベイサイドブルーがね、どんだけ綺麗になるかね。そうですね。今結構あれだよね、コーティングしてる。これ一応コーティングしてます。シュワラスターの一番安いやつ。おお、まあでも今でも綺麗なんだけどね。これがどれぐらい変わるか。そうですね、スパちゃん、うん、スパちゃんによって。スパちゃんね、スパちゃん、スパちゃんね。よし、じゃあ早速ちょっと準備してやりますか。はい、はい、じゃあやっていきます。じゃあ今から洗車始めます。今1時55分です。用意スタート。30分。持ってない。30分、40分ぐらい、30、40分。あ、すごい。で、とりあえずフルでやる。フルささっとやったらね、すごすぎる。普段の洗車だ。普段の洗車だ。いつもやってる、ね、やばい。あとは拭くだけだ。はい、行きます。終わりました。はい、ありがとうございます。どう？めちゃめちゃ綺麗ですよ。もう溢れ出る立体感。めっちゃ盛るな。めっちゃ褒めるな。リアのあのウィングから運転席にかけてのあの立体感が、 あのリアフェンダーがちょっとやばいよね。ちょっとそう、なんかちょっと見よう。いつも以上にちょっとこれ GTR になったよ。ちょっとマジで GTR って言われてもおかしくない。最初こんなにさ、ナトランだったんですよね。こんな、なんていうの、プレスラインっていうのがあんまり出てなかったよね。そうそう、くっきりしてなかった。そう、時間も何分ぐらいだ。時間はちょっと見えないけど1時間ちょっとだね。そうですね、吹き上げまで、吹き上げまでで1時間ちょっと。はいはいはい、はい、ということで納車祝い、洗車やりました。ありがとうございます。いいね、この綺麗さを維持して。了解です。今日の帰りはもうスパシャン買いに行くしかない。そうですね。そう、はい、あのドンキホーテに売ってるから、この辺。あ、了解です。そう、買いに行こうですね。買いに行くね。あ、そうっすね。はい、ということで今回は、はい、視聴者さんの車にフルスパシャンをかけた、どれぐらい時間かかるか、だいたい1時間半ぐらい、はい、っていう検証結果でした。まあね、またなんかこういった視聴者さんと絡む企画っていうのを今後もやっていこうと思うんで、動画見てください。はい、はい、お願いします。今回はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。
ロッキーの洗車終わりました。終わりました。今日ね、その洗車動画ともう一個今もおまけなんですけど、なんとね、皆さんにお知らせがあります。お、何ですか？見てこれ。え、スピットノブ。これすごくない？ちょっとね、皆さんに朗報。すごくない？いいですね、これ持って。え、いただけるんですか？違う。いや、これね、これですね、いつもお世話になってる高木さんのところのオリジナルシフトノブで ER34 の専用設計のシフトノブで、これ作るのに僕もちょっといろいろテストさせてもらって、もうこれに決定して、これを高木さんがこういうの動画を見てくれてる人の中から1名だけ特別にプレゼントしますっていうことで、高木さんが太っ腹切ってくれて、今回プレゼントになります。 ありがとうございます。バカ野郎。で、条件としては、僕の動画にまだ1回も出てたことがない人。めっちゃ欲しかった。まあ、最悪いなかったらね。そうですね。うん、はい。っていうのもあるけど。まあ、それが1個の条件で、2つ目が、これをつけて、これをつけるために、高木さんのお店、岐阜県の養老まで一緒に僕と行って、取り付ける動画と、あとは一緒にこのと、取り付けてレビューする、試乗してレビューするっていう動画を一緒に撮ってくれる方っていうのが条件です。結構ちょっと幅が狭くなっちゃうけど。そうですね。で、あとは ER34 撮ってる方、ENR34 の人も OK かな。 HR34 も、で、DNR34 はこのネジピッチがちょっと違うんでつかないんですけど、 DNR 以外はつけますんで、募集はどうしようかな。 Twitter の DM か、あと Instagram の DM で、募集するんで、まあ、全員にこの、すいません抽選外れましたって送れんと思うんで、当選した方だけに、通知送りますんで、皆さんですね、なんか思いと、なんかそのアピールをめっちゃしてくれた方を選びたいと思うんで、ぜひお願いします。で、募集期間は、この動画多分6月の頭に、来週かな、5月の終わりぐらいに出ると思うんで、6月の2週目まで、まあ、詳しくはちょっとテロップに今日付入ってると思うんですけど、そこの日付まで募集するんで、まあ、そこから、DM 整理して先行して数値出したいと思うんで、皆さんぜひじゃあ応募してください。はい、ということでおまけも終わりたいと思います。はい、じゃあ皆さんたくさんの応募待ってます。お願いします。お願いします。